それではお待たせいたしました。代表の会長の。はい、私から冒頭1点申し上げたいと思います。国際結婚が破綻した場合の子どもの取り扱いについて決めたハーグ条約がすでに成立しておりますけれども、ここで、この親子の面接交渉、面会、この機会をどう確保するかということも重要な課題でありました。従来であれば面接交渉というのは直接親子が会う 場を作るというやり方でありましたけれども、国際結婚の場合は国境を越えておりますので、なかなか費用や時間の点で実現が困難な場合がありました。これに対して政府は画面を通じて、パソコンの画面を通じて面会の機会を作る、そういう方向を可能にする、そういう手立てを進めることとなりました。国内でもこの離婚後の親子の面接交渉というのはいろいろな課題を持っているわけでありますが、ハーグ条約に関連してこういうやり方を進めるというのは、この加盟国の中では我が国が初めての取り組みでありまして、公明党としてはこの親子の関係をいかに保つかということについて、これまでも積極的にその機会の確保について推進をしてきた立場から、政府がこういった対応を取るということは歓迎すべきことだと思います。ぜひこれがデリケートな側面もありますので、十分に関係者の配慮をしながら実務的に実現するように、早期に実現するように政府として努力していただきたいと思います。私からは以上であります。はい、どうぞ。はい、はい。戦後70年談話について、はい、安倍総理は事前に公明党とに相談したいというふうにおっしゃってますけれども、はい、どういう手続き、どういうような形で事前の調整を進めるべきだと、またスケジュールは、それは総理の側がお考えいただくことでありますので、相談をしていくということですので、総理の相談を受けたまるということで、こちらは準備したいと思っております。発表の直前とかだと、ちょっとなかなか事前に党内で協議する機会がないと思うんですけども、それはそれこそ総理にきちんと考えていただきたいと思っておりますし、総理の側もそうした配慮をされるだろうと思っております。それは談話の発表のタイミングを総理がどうお考えになるかということでしょうから、それも含めて、総理がお考えいただくことだと思っております。はい、どうぞ。はい、3人の安全保障構成に関連してですね、はい、その補佐官の発言が、野党などから問題視されているようなんですが、はい、法的安定性についての発言で、大臣のお考えの発言についてどのように思われるんですか。この政府の閣議決定及び、それに基づく平和安全法制は、憲法上の解釈の範囲内、しかも政府としての長年の基本的な考え方を踏襲するものという意味で法的安定性があると。しかもこの考え方は今後も続く、これを変えるならば憲法改正の手続きを取るべきだ、これは去年の閣議決定でそう決まっているわけですから、これは政府与党で共有している考え方であります。
はい、今の点に関連しまして、はい、その政府の中にいる石崎補佐官から、その法的安定さが関係ないというご発言が出たことについては、代表としてどういうふうに考えますか。まあ、誤解を招いたと本人も深く反省しているようですので、それは総理を補佐するお立場ですのでね、総理や政府の足を引っ張るようなことにならないように、心がけていただきたいと思いますし、心から反省をするという表明もあったようでありますので、今後そうした態度を貫くものだと信じております。衆院段階では自民党からいろんな不適切な発言が出たりして、この法案に対する理解という意味でもマイナスの面があったかと思うんですけども、参院が始まって早々こういう事態になっていること、また今後の2ヶ月ぐらい地に続くと思いますけれども、自民党に対して求めることというのはありますか。まあ、政府与党共有認識を持って、共通認識を持って緊張感を持って当たるということはこれまでも再三確認してまいりましたし、改めて、自らに厳しく言い聞かせるべきことだと、政府関係者はもちろんですけど与党も合わせて、緊張感を持って、国民の理解を進められるように努力すべきだと思います。はい、決勝の質問、参院の選挙制度改革についてなんですが、はい、これは衆院の採決段階でもその反対の方針ということだと思うんですが、そういったご判断、もともとその役員会の議論の中では参院で出たその意思を尊重すべきだという議論もあったかと思うんですが、こういうご判断に至ったその背景というのを教えていただきます。これは今回私たちは事前の策とはいえ、参議院で可決された案とは別な案を提出をして臨みました。そして可決された案は不足で、この案が抜本改革と言い切れないということを前提にですね、今後も見直していくということを謳っているわけでありますので、憲法の要請に応えてきたものではないということを自ら認めている案でもあるわけです。そうしたことを考えたときに、あるべき姿ということを我々は示したと、合区で2倍以内という考え方を示したという意味で、それを国会の審議の場に表すという意味で反対をいたしました。これは衆議院においても同様の対応を取ることが今後のその見直しの議論を継続していくという方向性に一つの道を与えるという意味で、参議院でも同様の態度を取ることは望ましいと判断をしたわけであります。はい、関連で今後 のさらなる改革というところ です、ね、やっぱりその代表としてはその公明案で掲げられたようにです、ね、さらなるその合区というのが将来的には望ましいのか、それとももともとの案にあったようにそのブロック制ですね、そうしたものがこう理想的なのかですね、今後の改革のイメージについてはもしお持ちであれば。我々はその11ブロック案というのが望ましい姿ということで参議院で当初から出していたし、これは以前から公明党伝統的にそういう考え方の基本に立っているわけであります。つまり、最高裁から投票価値が不平等だとこういう判断を受けない、恒久的な制度ということを施行しているわけであります。また参議院の独自性、衆議院と対比した議員の選ばれ方ということも背景にはあるわけであります。しかしにわかに合意ができないまま次の選挙を迎えるということは望ましくないという判断から、事前の策として合区を容認し2倍以内という案を出したわけであります。今後今回の案が来年の選挙に使われるということであれば、その後の見直しについては改めてですね、参議院の在り方を含めて抜本的な議論をすべきだと思いますので、決して合区を容認しそれを拡大することが望ましいと思っているわけではないということであります。
はい、すみません、別の案件で恐縮なんですけど、新国立競技場に関連して、今日文科省の人事で、担当のスポーツ青年局長が辞任をするというのが発表されました。事実上の更迭とも見られていますけれども、責任の取り方としてはこれで十分かという点と、あと井上幹事長をはじめ、きちんと検証の上で責任をというご発言も出てますけれども、下村大臣の責任というのを代表としてどういうふうにお考えになりますでしょうか。ここは検証の上、説明責任を果たすということは政府としても確認をしているところでしょうから、それをしっかりやっていただくということだろうと思います。それが十分に国民に受け止められているという状況ではないと思いますので、誰のどういう責任かということを論ずる段階ではないと、評価できるには至ってないと思います。一方で、この白紙に戻して、見直すという方向性を取ったわけでありますから、これについても2020年の東京オリンピック・パラリンピックに間に合うように新しい施設を作り直すということは容易なことではありません。まずその大きな目的を見失わないように、政府与党そしてまた東京都とも協力しながら、その目的を遂げられるように、国民や世界の人たちから喜んでいただけるような立派なオリンピック・パラリンピックの開催に向けて結束して努力をすべきだと、これを見失ってはならないと思っております。他にございますか。はい、だけで終わります。